秋太田町の免田と申します。本日は小中学校の取り組みをご報告する機会をいただきありがとうございます。テーマを先端技術の活用による主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善というふうにさせていただきました。一般に先端技術や教育データの活用というふうに言いますと、AI ドリルやテストなどの回答分析による予測とかリコメンド機能をイメージするということが多いかと思いますけれども、単純なテストの丸バツのようなデータばかりではなく、その背後にある子どもたちの理解を対象としたデータの利活用もあるかと思っています。本日のテーマはその後者を目指した取り組みでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、主体的、対話的で深い学びという多様な子どもたちがお互いに関わる中で一人ではできない学びをするということが学校教育にはとても大事だというふうに考えています。コロナ禍による様々な状況の中で一層そのことを強く感じています。しかし同時にこの対話的で深い学びの実現はなかなか難しいということも分かってまいりました。だから、その学びを支えるために、私たち大人も主体的、対話的で深い学び、つまり、教師一人が一人ではなく、共同的にチームで行う授業研究がやっぱり必要だというふうに考えました。私たち、安芸太田町ですけれども、人口約6000人、小中学校合わせて6校の小さな町でございます。小規模の学校も多く、担当教員が一教科一人、一学年一人も多いために、分けて教員の指導を校内だけで行うことが難しい。また、移動を考えると、学校間連携にも時間的負荷が大きいという状況もございます。本庁では、それらの課題を解決し、先生方が育つ町となることを願いまして、12年ほど前から、コレフのご支援、ご指導のもと、全国の市町教育委員会や学校との連携プロジェクトで、子どもたちが自分で考え、対話を通じて理解を深めるという協調学習を教室で実現する実践研究に取り組んでまいりました。この12年間で分かってきたことは、対話を通じて一人一人が自分で考え、その考えを見直し、深めていく学びは、私たちが思うよりも、随分多様なプロセスを含んでいるということです。大人が子供ってこういうふうに学ぶだろうっていうふうに思っていても、良い意味も含めて想定を裏切る姿がたくさんありました。そこで私たちは授業中の思考や対話を丁寧に見取ったことに基づく授業研究に力を注ぎたい。先端技術の力も借りて、その質を一層向上させたいと考えて取り組みを進めております。実は、昨年のシンポジウム、このシンポジウムでも、東京大学、郁保先生とご一緒に、コロナ禍での授業研究についてご報告をさせていただきました。知識構成型ジグソー法を活用した協調学習については、その中でもお話をさせていただきましたので、今回は割愛をさせていただきます。もしよろしければ、昨年度の資料もご参照いただければありがたく存じます。さて、その私たちの授業研究では、子どもたちがどういうふうに学んでいくのか、どういうふうに学んでほしいのかという仮説を持って授業をデザインし、実践では学びの過程を丁寧に見取り、見取ったことをもとに仮説そのものを作り直し、子どもたちが持っている力をより発揮しやすい授業をデザインしていくという、このサイクルを回していくことがとても大事だというふうに考えています。そのように取り組んでいきますと、授業中の小さなつぶやきも含め、もっと丁寧に子供の学びを見取りたい。授業後は見取った事実の教義を通して、もっと子供の学びのなぜやストーリーに迫りたい。それらを踏まえたとき、授業づくりに過去の教材をもっと参照しつつ、校内外の先生や研究者と議論がしたいというニーズが生まれてきました。それに応えるために活用する技術が、対話の可視化を可能とする学部システム、オンライン・オンデマンドでの授業研究、学部システムという授業研究ビッグデータ活用システムでございます。授業研究の一連の流れを具体的な事例でご紹介をいたします。小学校4年生、A 先生の算数科の実践です。
もしよろしければ小学校の時の概数の学習を思い起こしていただければと思いますが、四捨五入、切り上げ、切り捨ての三つの考え方のうち、ある特定の場面、例えば買い物でいくらあれば足りるかを考えるときに、どの見積もり方法を使うか、それはなぜかを考えるという課題でございます。まず、実践前のデザイン作りの場面です。A 先生はシステムに蓄積されている教材をベースとして、メーリングリストによりプロジェクトに参加する町内外の先生方とオンライン上での検討を行いました。その検討を通じて、今回ベースにした過去の実践では狙った学びを引き起こすことができなかったこと、しかし、その後の授業で数直線の活用が効果的だったことなど、過去の振り返りが共有され、A 先生は資料に数直線を組み込むアレンジを行うことにしました。この楽譜というシステムは、過去の開発教材や振り返りを閲覧、検索できるほか、先ほどお示ししたようなメーリングリストへの投稿内容など、過去の授業作りの過程や教材修正の軌跡をたどることができます。続いて、実践の場面です。コロナウイルス感染症対策のために、子どもたちはスクール形式に座り、ズームのブレイクアウトセッション機能を使ってグループ協議を行いました。参観者は、ズーム上で音声、映像オフで黒子のように忍び込んで授業を参観いたしました。子どもたちの多くのグループが正しい見積もりの方法を選ぶことができていましたが、授業者が想定していた理由について十分な説明ができる子どもは少ないという状況でございました。ズームを使ったグループ活動の様子を一部ご紹介をさせていただきます。まだ、理由とか、説明とかのやつはできていないけれど、四捨五入と切り上げと切り捨てはできて、歯磨き粉は、四捨五入は200になって、切り上げ、こんな風にして子供たちは、ズームの画面共有の機能を使いまして、書き込みながら説明をしておりました。続いて、看取りと振り返りの場面、事後協議の様子でございます。この授業には、現地での参加のほか、町内別の学校や他県の研究者の先生方の参加があり、対面と遠隔、オンラインを組み合わせて行いました。協議は、参観者がズーム上で見取った子どもたちのつぶやきや対話の具体的な事実をもとに行います。この日の大きな発見は、子どもたちが肝心の数直線を使わずに、その存在に気づかずに、ただ表の穴埋めや問いの答えを考える様子が見られたということです。またこの日は授業配信と並行して音声を記録し、学官システムという授業モニタリングシステムの自動音声認識機能を使って子どもの発話を文字化しました。事後協議の後、これを活用して子どもの対話をもう一度見直してみるという試みを行うと、先生方はどこで話し合いが転換したのかなど、対話のデータ全体を行き来しながら議論をしていました。こうした学びの見取り直しが授業研究に組み込まれてくると、学びの事実をより俯瞰的に、かつ確からしく捉えること、その事実を時系列でつないで一つのストーリーとして捉えるといった見取りが充実できるのではないかというふうに考えています。こういった授業研究、よく大変でしょうっていうふうに言われることもあるんですけれども、実はとても楽しいです。子どもたちの思考を丁寧に見取り、プロセスが見えてくる。例えば、ああ、この子、ここでこんな風に考えを変えたんだとか、この子のこのつぶやきで、ああ、ここで議論がぐっと深まったんだねっていうのが分かりますと、もうそれが嬉しくて、だから夢中で授業研究を続けてきたように思います。さて、先ほどの授業研究にはアクションにあたる後日談がございます。協議に参加していた別の学校の B 先生が、協議での気づきを踏まえて A 先生のプランにアレンジを加えて実践をしました。その結果、すべてのグループでそれぞれの見積もりの方法の特性に注目し、説明をすることができました。この実践結果も、先ほど紹介した楽譜システム、メーリングリスト上でフィードバックされて、皆で共有することができました。
A 先生の授業を B 先生がアレンジし、それと逆のことが起こったりと、近年、本庁では実践者と参観者が役割を交代しながら取り組むことで、コミュニティ全体で学びを見つめ直し、発見をみんなで共有できたといったサイクルがいくつも起こっています。これまで取り組んできた授業研究のシステム、庁内外の人のつながりのベースの上に ICT による支援が機能することで、先生方が子どもたちの学びの事実から学び、次の学びの質を良くしていく授業研究の質を向上させる可能性が見えてきたというふうに思っています。現在、私たちのプロジェクトでは2700以上の教材を蓄積しております。この一つ一つが授業に関するデータなのですけれども、学年と概念で単元を整理し、そこに教材をリンクし、クリックをいたします。すると、学府システムの開発教材のページに飛んで実際の教材を見ることができます。これを単元マップというふうに呼んでおります。この一つ一つに今回お見せした授業研究のサイクルが埋め込まれております。今、このデータベースに学習指導要領コードを紐付けするなどして研修に活用し、もっと深い教材理解につなげられないかというふうに思っております。こうしたデータの利活用もしながら授業研究のサイクルを回し、多様な子どもの学びについて多様な大人がチームで学び合うことで人が育つ、そんな街にしたいと思い取り組みを続けております。以上で秋太田町からの報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。